カエサリアのドロテアは、ローマ殉教士に、カッパドキアのカエサリアの殉教者として記録されており、正式な聖人とされているが、聖人伝以外では、歴史的に実在した証明ができないため、1969年以降は、カトリック教会の聖人歴には記載されていない。聖ドロテア、フランシスコデスルバラン最も古いドロテアについての記述は、ヒエロニムスの殉教者殿に見ることができる。 この最初の記録には三つの基本的な事柄、すなわち、殉教した日、その場所、名前と、テオフィロスとの出来事について記されている。311年2月6日、同定殉教者ドロテアは、カッパドキアのカエサレアにおいて、ディオクレティアヌスによる迫害のため殉教した。ドロテアは、県知事の前に連れ出され、信仰を試され拷問を受けた後に死刑を宣告された。 形状に向かう途中、非キリスト教の法律家テオフィロスはドロテアに、キリストの花嫁よ、花婿の庭からいくつか、果物を私に持ってきてみるがいいと嘲笑しながら、言った。ドロテアが処刑される前、6歳の男の子が現れ、彼女のヘッドドレスは、果物と天井のバラの香りで満たされた。彼女は、テオフィロスに、それを送った。テオフィロスは、その一度で、 キリストへの信仰を告白し、拷問台にかかり殉教することとなった。これが最も古い形の聖人伝であり、これをもとに様々な形に伝播したとされる。最初期の聖人伝では、アルドヘルムガセックスにあるバーキング修道院のヒルデリス女子修道院長に当てて書いたとされるデラウディブースバージニデイティスが知られる。ドロテアは、 園芸の守護聖人として知られており、彼女の祝祭の木はいくつかの土地で祝福されている。ドロテアは天使や花の花輪で表現され、しばしば果物、花、特にバラの花籠を持ち花の冠を被った乙女として描かれる。死刑執行前にひざまずく姿や、幼子キリストと共に果樹園でリンゴの木の下にいる姿、幼子キリストと手をつなぐ姿など、 14世紀頃から多くの有名な芸術家によって描かれた。ドロテアにちなんだコミュニティに活動修道会の修道所が参加するザ・コングリゲーション・オブ・ザ・シスターズ・オブ・セインとドロシーがあり、主に花や農産物の育て方を教えている。また、ドロテアの生涯と殉教は1622年に出版されたフィリップ・マッシンジャーとトーマス・デッカーによるザ・バージン・マーターの基礎となった。 ありがとうございます。